おはようございます。2021年の上半期、アークテリクスの商品の、お気に入り、5点の紹介を、していきたいと思ってます。2021年の2月1日に、お気に入り5点ということで、アークテリクスの商品を、動画配信したんですが、そちらが私の、配信した動画の中では一番たくさん視聴いただいてまして、1万、4000回、今視聴いただいています。誠にありがとうございます。今年に入ってまたちょこちょこ、買い足した、アークテリクスのちょっと可愛い商品、それと、大物商品、そちらを踏まえて、5点ですね、紹介していきたいなと思っております。当然前回の5点は今でもベスト5に近いので、前回なかった小物などを、加えて新しいものをお伝えするんですが、1位はずっと欲しかったアウターになりますので、最後まで、お楽しみください。最初にですね、2021年の2月1日の5点、どんなものだったかっていう と、1位がスコーミッシュフーディ、5月から10月の通勤でほぼ毎日使ってた軽い上着ですね。2番目が、2位がアトム AR フーディ、寒い時期、11月から4月ぐらいにかけてですね、通勤で使ってたり、アウターで使ってたふわふわっとした気持ちのいい、フーディですね。で、3位が、マンティス26、最近はちょっと息子に取られちゃってるとこがあるんですけれども、26リットルのバックパック。で、4位が、スカイライン YS シャツ。2種類、紹介させていただいて、どちらも適度に着ていくような状況です。で、5位。これが一番使ってるんですけれど、パリセードパンツ、ナイロンの長ズボン。これを、5つですね、ご紹介させていただきました。それでは、まず第5位ですね。5位はビーニー。じゃーん、こちらですね。こちら、寒い時期におすすめの帽子のビーニーになります。渋めのカラーで、ワードとあとこのアークテリクスのですね、ロゴが、配信された、ものになります。裏側はですね、こちら、汗がかきにくいようにポリエステル、ちょうど当たるところ、柔らかい、素材になっています。ミニマルですね、シックなデザインで、本当に定番モデルなんですけれど、肌触りが良く、文句なしかなと思っております。登山でですね、すれ違う時に、このアークテリクスの、ロゴがですね、すごく目立つんですけれども、通常山の行くと、このキャップとゴーグルとウェア、この辺がすごく、すれ違う時によく見えるものなので、自分の方はマムートと、パタゴニアの、3つを使い回してたんですが、今期からこれが仲間入りして使ってるということになります。続きまして第4位になります。4位は、ウールのインナー手袋、こちらにあります。インナー手袋です。ちょっと着用してみますね。こういう、ウールのインナー手袋になります。色は今回は小豆色を持ってるんですけれども、冬山ですね、行くと、大変寒いので、通常ですね、こういう、アウターをつけているんですけれども、これでマイナス20度とかね、その雪山全然問題はないんですけれど、こういう状態で使っていて、写真撮ろうという時にちょっと使いづらいので、これを外して、こんな形で使うというようなインナー手袋になります。通勤時のね、すごく寒い時にも、使えるんですね。で、上質なメリノウールを、アークテリクスさんのやつは使っていて、非常に使いやすいんですね。それとあともう一つ、先のところ穴通せるようになっているので、こうやって、通して、で
こうやって、引っ掛けておけるというようなものです。ちなみにこれルーツっていう、商品で、これキューッとこう伸びてマグネットでくっつくものになりますので、これ山で使うときには私はここにカメラをつけて、スーッとこう手前に出てくるように使っているお気に入りのカラビナになります。ちなみに、こちら、愛用しているグローブなんですけど、最近はこちら、テムレスって言って、だいたいこれだいたい1万5000円ぐらいするんですけど、このテムレスさんは、2、3000円で買えて、マイナス60度までいけて、まあ、すごくあったかくて便利。最近テムレスさん、使ってる人、すごく多いので、お伝えいたしました。第3位ですね、ランニングソックスです。こちらこういうソックスになります。まあ、大したソックスじゃないと思われるかもしれませんが、透湿性、速乾性抜群なんですね。ちょうどストレッチ性がすごく、いいので、使いやすいんですね。でちょうどサンダルなんか履くとですね、この辺のアークテリクスの、文字だとか、ローカットのシューズ履くとこの辺のアークテリクスのカラーなんかが出てくるので、おすすめになります。第2位ですね、第2位はロゴトラッカーキャップ、こちらになります。こちらロゴトラッカーキャップですね、サイズの調整が、できて、メッシュ素材になっているので大変、軽いというものになります。でこの辺のね、素材がすごく、良くて、フロントの速乾性のサーキリットっていう素材になっています。非常に生地がいいんですね。でしかもルックスがいいというものになります。あんまりこう目立たないですよね。私が、もう4回買い増してるのがこちら、こちらパタゴニアのキャップになってます。これ本当に、3年使って、捨てて3年使って捨てて3年使って捨てて、その度に買い足していて、こちら、もう販売が、アメリカしかもうやってないのかな、中古で、この間、5000円ほどで購入したものになるんですが、ほぼこれを使ってたんですが、こちらアークテリクス、これ使うようになって、すごくシンプルで軽いんですよね。軽くて素材がやっぱりちょっと上質なので気に入って使っています。はい、そして最後1位ですね、もう欲しくて欲しくてついに手に入れた、こちら、アルファ SV ジャケットになります。アルファ SV ジャケットですね、アークテリクスの最高峰の、定番といえばもう定番の、モデルになります。私は1個、前のモデルにしたんですけれども、もう最強、雪山で最強の、ウェアになりますね。いろいろ、アルファ AR とかですね、少し素材が違うものあるんですが、この SV っていうのが一番強い、強度も強いし、強風とかね、風とかにも、まあ、強いし、まあ、何よりも、こちらのゴアテックスプロ、ここがもう本当に最強な、ものになっています。まあ、ハードシェルなので多少こうゴワゴワ感が、あるんですけれども、本当にしっかりしていて、まあ、待ち着でも、まあ、私通勤なんかでも使っていたんですけれど、まあ、非常にしっかりしているので、ちょっとした、雨なんかも当然全然問題ないし、山でも、まあ、これさえあれば傘いらずというようなアルファ SV ジャケットになります。思ったよりは軽い、軽量でしなやかです。あとフードもですね、調整も、こちら、できて、しっかり自分の頭に、合わせられるように、
なっております。あとこちらあのサイドですね、あの風が抜けるように、風が抜けるようになって、いますので使いやすいですね。本当にかっこいいくて強くて、しっかりしたものになります。で、中のポケットはですね、こちらにポケットがここにあるのと、こちらについてます。こちらについてます。で、一番最新モデル、実は、こちらの α-SV っていうのは、今まで、何個も改良を加えてきて、1998年に初代モデルが出てから現在これ9代目になって、ちょうど、最新モデルはここにですね、少し大きめのポケットがあって、そこに直接グローブを入れたりすることができるかなというところが、私としては欲しかったんですけど、やっぱり、10万超える商品になりますので、なかなかちょっと手が出なくて1個前のモデルにしたというような流れです。あとこちら、中にこちらのコード、ね、調整コードもこの中に、ついて、おります。こちらついに α-SV ですね、購入しました。この間あの雪山でも使いましたけど、まあもう文句なしの使いやすさで、小さなパーツまで本当に上手にできているのと、あと、何よりもこの YKK と、改良したこのジッパーですね、この動きがもう非常に、で、これ、ね、このジッパー、この止水ジッパーが非常にいいですね。こちら止水ジッパーが非常に、いい。こちらの α-SV、こちらを、今回、1位とさせていただいて使っております。本当にね、あのアーステリックスの商品と本当に使い勝手もいいし、カナダのブランドなんですけど、大変気に入ってます。まあちょっと大物がこれしかなかったので、少し見応えのない動画だったかとは思いますが、ちょっと小物中心にね、進めて、まあ、ちょこちょこ、今後も買っていきますので、年末、また年始ぐらいにですね、揃えばまた動画を出したいなと思ってます。前回の動画も、興味ありましたら、ぜひ見ていただければと思います。この動画良かったと思いましたら、いいね、高評価、チャンネル登録